どうも、花チャンネルの花車勇です。昨日あの動画を上げさせていただいた、もうすぐ500人突破記念の、組手の悩みをコメントで応募しますっていうやつの第1弾で、現在のルールで使える投げ技についてという質問がいくつかあったので、現在のルールでも取れる投げ技をちょっといくつかご紹介できたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず順体、同じ構えの時なんですけど、一番オーソドックスな倒し方として、相手の外側、こっちが内側で外側に前足をこうですね、こう入れて、手は体の反対に入れるという倒し方があります。で、今のルールだと両手を相手の体に触れてしまうとすぐ中国 C2 が取られてしまうので、基本的に片手は使わず、片手、どっちかの片手を相手の体に支えて軸を崩すという崩し方をいくつかやっていきたいと思います。まず先ほど紹介したこの一番オーソドックスな前の足を相手の外側に置いて、こっちの前の手を相手の体で崩すやつなんですけど、このポイントとしては上半身のこの手だけで相手をこうやって倒そうとしてしまうと、相手のパワーが強いと返されてしまう可能性があります。なので足ですね、足を引く、足を引きながら上半身の前をこう崩したりと、パワーが強い相手とか身長が大きい相手にも崩しやすいという倒し方になります。もう一回いきます。で、どのタイミングで使うかというと、まず一番簡単なのが、自分が攻撃して力でポイントに入らなかった時、入らなかった時にすぐ足をスッて入れ替えて、入れ替えたまま前の足を引いて倒す。で、一本か、もしくは相手が刻みなど前の足で踏み込んできた瞬間、この瞬間をダッキングしながら足を外側に入れると相手は浮いてる状態になっちゃうんで、その浮いてる瞬間をダッキングしながら崩す。で、一本という倒し方が一番オーソドックスかなと思います。で、この時に、C2 を絶対取られたくないっていう選手とか、例えば C2 が2つ3つ溜まってて、投げ技、蹴りがちょっと苦手だから投げ技で返さないととかいうタイミングの時とかは、僕はこの崩す、この時にこっちの手を審判に使ってないですよって上げてアピールする、使ってないよってこう手を見えるようにアピールしながらこっちで倒したりと、絶対両手は使ってないっていうのが審判にも見えるので、 C2 にはなりにくいです。で、倒し方がまず一つ目ですね。一つ目で、二つ目は、逆上をした時に、逆上でパーンと入って足を引き手の時に外側に置いた時、ここで投げをする技があります。まあ、これも結構オーソドックスなんですけど、逆上、例えば逆上を取りに行く時でもいいし、最初から崩しを狙いに行くだったら、逆上を最初から相手の外に抜いてあげる、こうやってパンチを相手を抜けさせてあげる、抜けさせてあげて体を外側にこういう。で、ポイントはこの倒し方は足のここですくい上げるっていうよりは、足のここ太ももから股関節にかけてを相手のこのももの下に入れ込む、相手の体より下に入り込む。で、この自分の太ももを土台にして、この上の手と下の足を、下の足はこっち、こっち、下の足はこっちにひねる、上の手は下
こうですね、真ん中にある軸をこう入ったら、こっちの手をこっち、足はこう、こういう形で投げると倒れやすいです。こうですね、こう、形はこう。そうすると体の軸が、上半身はこっちになる、食らってる相手は上半身はこっち、半身はこっちになるんで体が倒れるという仕組みになってます。次に虐待の相手、虐待の相手の時はどうするかっていうと、虐待の時も結構簡単で、まあ、まず最初オーソドックスなバンバン攻撃した後に足を入れ替えて、さっきと逆、こっち、虐待の時にパンパンと攻撃して、足をすぐ入れ替えて、さっきと一緒の体勢、この体勢でこうやって投げるか、もしくは前の足をバーンバーンって入れたら、さっきの逆上と同じ体勢で、前の足の太ももから股関節にかけて相手のもも下にこう入れてあげる。で、手を反対側に向いてこういう風に、さっきと同じ反対、やり方は両方一緒です。足が違うので両方、こっちの倒しもこっちの倒しも練習しておかないと、順体はできるけど逆体はできないっていうようなことになっちゃうので、両方均等にできるように練習しましょう。はい、これが一番多分いろんな選手がよく使うオーソドックスな崩しになるんですけど、他にもいくつかあるので、それもちょっと紹介したいと思います。他には相手の体のこう、多分近間になったらこうやって立ってると思うんですけど、じゃあ こうやって立ってる時に、内側からこう足を入れてあげる。内側からこうですね、柔道でいう内股みたいな倒し方なんですけど、足を真ん中にこう入れ込んで横にグッと引っ張ると、もうそれだけのバランスがバッて崩れるので、その崩れたところを、使ってる足の方向に斜め下に落としてあげる。斜め下に落としてあげる。左足でかけた場合は左の手で左の斜め下、右の足でかけた場合は右の手で右の斜め下に崩してあげる。じゃあ右の場合はこうして内側に通して、こうなったところをこっちに倒してあげると倒れます。そこでパッてつく。でもしくはそれがすぐ相手にバレちゃった場合、バレて体重移動させてこう崩れなかった場合は、すぐ反対にかけて右から左ってかけてあげると、体重をこっちの足がかけられて逃げる場合はこっちに乗ってるので、必ずこっちの足は崩れるっていうような感じになるので、結構崩れやすいですね。どのタイミングで使うかっていうと、攻撃の後ですね。攻撃の後にバーンとこの近間ですぐ内側にかけてこう倒す、内側にかけて倒す、下に落とすっていうイメージですね、っていう崩し方。あとはもう一つは足払いがあるんですけど、足払いは相手が完全に崩れればラッキーぐらいな形で思ってもらって、どっちかというと相手の攻撃とか守りの準備状態を崩すっていうイメージを持ってもらった方がいいと思います。順体の場合は方向で言うと、一番人間が弱いのはつま先が向いてる方向、体のだからこの小野田選手で言えばこっちの方向ですね、足が向いてる方向、こっちに足を引っ掛けて引っ張ってあげると崩れます。もしくは親指の方向に近い斜めこっち、こっち外側がかけるのであれば、後ろに引くか足を斜めの方にこう上げると崩れるので、順体の場合は後ろの足で足の後ろをすくってあげる形で、崩れなくてもちょっと我慢して崩れなくても体がこうブレてずれたところをすぐ攻撃して自分のポイントにするっていうやり方です。で、虐待の場合は前の足になるので、前の足だと多分前の手が邪魔してここまで入りにくいので、
フェイントを使って、例えば中段の足だと足が近づくので、中段の足で一歩近づいてあげて、腹ってあげると中に入りやすいです。で、これも一緒で、完全に崩すのは難しいから、今みたいに外でも体をぶらしてあげる、ぶれて相手の準備ができてないところを攻撃取る、有効1点を取るっていう方法ですね。はい、もう一つはちょっとこれ難しいんですけど、よく海外の選手が使ってる技になるんですけど、相手が攻撃してくる足が浮いた瞬間、ここ浮いた、このここ方向に足払いをパチンって入れると体重が前にこう入ってきてるので、ここに体のバランスの軸が乗ってる、そこを跳ねてあげると崩れやすい。これはあの VTR で例で見てみるので見てみてください。よし、はい、最後に昔流行ってた両手投げ、両手投げ、両手を持って足で軸をはたいて体でこうひねって倒してあげるってやつの片手投げのやり方を教えて締めたいと思います。これは結構テクニックがいるので練習たくさんしないとできないんですけど、どうやるかというと、まずまっすぐこう立ってもらって、片方、どっちでもいいから片方を握ります。ちょっと道着じゃないんで、そんな強く引っ張れないんですけど、片方を引っ張って体をこうずらしてあげる、引っ張って下、斜め下に引っ張って体をずらしてあげる、ずらした瞬間にこっちの軸となっている足を刈る、足払いで刈る。イメージとしては足の裏で相手のくるぶし、くるぶしの下からを刈り上げる、すくい上げるという感じですね。ずらしたこのタイミングでこっちの足、この足をすくい上げてこうと、今ちょっと T シャツなんで思いっきり引っ張れないんですけど、道着だったらこのこうぶれた瞬間に体がこう今食らってる方で引っ張られてぶれて足すくい上げてこうなった瞬間に、この引っ張ってる手を下にグッて引っ張ってあげると軸が斜めになった状態で片足立ちの状態なので、そのまま下に引っ張れば倒れるという技になります。ちょっとやらせですけど、どういう感じで倒れるかやってみます。構えて、軸がぶれる、ぶらした時にこっちをすくい上げる、すくい上げてこのなった時にグッと引っ張る、もう一回、軸がぶれて斜めになったところをすくい上げて、こう片足になった時にグッて引っ張ると下に倒れます。で、こっちの手を離さなければ、倒れた時に回転してちょうど足が向こう側に来ます。なので上半身がこっちに来るのでガードができない、なのでこの前剣を離さないことが大事です。で、反対で残った手でついて一本を取るという技になります。ちょっと難しいですし、ポイントが全然違うのでたくさん練習もしないといけないですし、意識の仕方とかも全部違うので、詳しくまた、一つ一つ詳細も載っけていきたいと思いますが、こういう崩し方があるよで、簡単な意識するポイントを教えたので、ちょっとどれが自分に当てはまるか試して練習をしてみてはどうでしょうか。はい、以上が僕が試合で使う崩し技になります。もし使える技があったら練習してみてください。またこの崩し技も、いただきセミナーとかの題材に中学生以上の項目で上げていきたいと思うので、またそのテーマが出て興味がある人は参加してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。